ハイビスカスは、鹿児島商船が運航するフェリー。鹿児島港から種ヶ島を経由して薬島までを結ぶ航路に就航している。出自は1994年に福岡造船で建造され、種ヶ島、薬島航路に貨物船として就航していた老老船祇園丸である。提携していた九州商船の種ヶ島航路廃止により、 自社でフェリーを運行する必要が発生したため、2005年8月より旅客運行を行うための改造を受け、2005年6月27日より同航路に就航していたブーゲン・ビリアに代わって2005年11月1日よりフェリーとして就航した。2008年12月22日より久島航路にフェリー、久島丸が就航したため、ハイビスカスは 種ヶ島航路のみの就航となっていたが、2011年1月31日に、薬島丸が運航終了となったため、再び薬島にも就航するようになった。鹿児島商船グループの新屋敷商事が保有、運航しており、代理店は、鹿商海運が担当している。鹿児島港谷山港に行く、種ヶ島、西の表港薬島、宮の浦港に1日1往復で就航している。 夕方に鹿児島港を出港、夜間に西の表港に到着した後、翌朝に宮の浦港へ向けて出港、1時間20分の停泊時間で同港を折り返し、午前中に西の表港に帰港、午後に鹿児島港に帰港するダイヤである。薬島丸の就航時は朝に鹿児島港を出港、昼過ぎに西の表港に到着し、夕方に 鹿児島港へ寄港するダイヤで運行されていた。鹿児島港では他のフェリー、高速船が発着する本港区と離れた谷山港2区の発着となるため注意が必要である。発着に合わせて鹿児島交通バスの接続便が運行されている。元は貨物船であるため船内設備は必要最低限となっている。二等船室は カーペット式で衛星放送を受信可能なテレビが設置されている。船内に売店、レストラン、風呂等の設備はなく、設置されているのはカップラーメンと飲料の自動販売機のみである。自販機でのアルコールの販売はない。上甲板の選手方は露天甲板で200用のクレーンが設置されており、コンテナが積載される。 車両看板へのランプは、左舷線尾に設置されている。3回2回1回2006年3月3日15時35分、鹿児島港谷山港2区の第三突定南側にある南フェリー岸壁へ接岸する際に、風下に圧流されたが、震度の確認が不十分であったため、港内にある浅所に乗り上げた。船尾船定部に、作家障が生じたものの、船体への浸水。 負傷者等はなく、引き船の支援により脱出して着岸した。当時、10メートル毎秒の北西の風が吹いており、港内には特定に隣接する、障子側の河口の延長線上に、最朝、部4メートルの朝女があった。ありがとうございます。